ッチングにどん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 ボールを持って、チームスローガンであるフィアレスブラザーズもう恐れずに。ボルターソンらしさを見せた。オフロード竹井ひなた。でもこんな思いはみんなしたくないと思うんで。最後 の準備になると思うので、しっかり確認して、ただハビットのところだったり、フォーカスのところだったり、そこはしっかり 100% やります。コミュニケーションのところ。その準備が絶対試合に行くと思う。エナジー上げていきましょう。はい、初先発です。プレシーズンから、ちょっと怪我が多くてなかなかプレーできてなかったんですけど、今はいいコンディションで練習も挑めてるんで試合が楽しみです。で今シーズンはリザーブで1回、アタックの部分でやっぱりなかなか得点まで行くところでもう一つ精度がついてきてないっていうところで、スコアできてないっていうシーンが多かったんで、今回の試合ではよりこうアタッキングにラグビーしようということで1週間準備してきたんで、そこで自分の強みをチームに加えれればいいなと。そうですね、やっぱり今シーズンずっと、プレーシーズンからフォーカスしてきた部分なんで、失点は少ない方だと思います。先ほども言ったとおり、やっぱり自分たちらしくアタッキングのラグビーをしようというところで、1週間準備してきました。フォワードも大きくて、ディフェンスもいいチームなので、そこに対してやっぱりこう、アタッキングにどん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 ボールを持って果敢にアタックできればいいなと思います。どっちかというと自分たちにフォーカスして自分たちが準備してきたものを出すっていう感じです。やっぱりどの試合もどこがあってもおかしくないゲームになってると思うので、そういう意味では、よりこう、競争力っていうのが上がっているのかな。皆さんがワクワクするようなタッキングなラグビーで、駒沢でのホーム戦、相手チャンピオンチームですが絶対勝利掴んで、皆さんと喜びを分かち合いたいと思います。応援よろしくお願いします。なかなかそのリーグワンの強度になれるのだったりスクラムだったり改善が必要なところが多くて結構苦戦してたんですけど、今まで積み重ねてきたことがまだ出せるよう、今回頑張っていきたいかなと思います。明治の先輩とかはみんな特にというかフロントローの人たちが頑張ってたのは喜んでくれて、なんかその他の人たちの分も背負って出場できたらいいと思います。やっぱり後ろがやっぱり大学の時より重い分、自分がしっかりした姿勢でいないといけないので、そこを特に意識してます。やっぱり大学の時よりは低くなったと思います。姿勢だったり、あと体も強くなったと思います。今までやってきたことを待たせたけどっていう感じで見てもらいました。やっぱりでかいからといって恐れず、今回チームスローガンであるフィアレスブラザーズも恐れずに仲間のために戦いたいと思います。今回出ればファーストキャップということで、今まで応援してくれてた、楽しみにしてくれてたファンの皆さんのために
しっかり出てプレーしたいと思うので応援よろしくお願いします。
します。アイザック・ルーカス。もう一度順目。そう、松橋周平。松橋がグイッと前に出ました。残り5メートル切った。武井決めた。キャプテンどうだ、届いたか。まだ届いていない。潜り込んで、ブラックラフズ連続攻撃、17フェーズで取りました。最後はパエリア。武井ひなたの人のもですね、あの。さあ、アイザック・ルーカスの持ち味。かわしていった。バックに捕まらない。そこを抜いた。自ら飛び込んでいったアイザック・ルーカスだ。ミルキーがここまで持ってきたが、立川のタックル。ボールがつながっているのは武井ひなたキャプテン。アイザック・ルーカスへ、アイザック・ルーカス、アイザック・ルーカスファンに持ってきたんですが、バランスは取れる、でも結構増えてくる、ちょっと相手も引いてくるぐらい。いやー、ブラックラムズだ。あブルブリングが取った。ボールのディフェンスはどうか。結構してますけどね。あと2の裏がある、3の裏があるスピアーズのボールですが、一度止まった。ブラックラムズ、ボール守り切った。藤原。先ほど外で取りました、ね、同じように。さあ今度はパスがしっかりとつながって根塚光雅が待っている。ここはリングでした。根塚光雅が取りました。スピアーズ同点トライ。前半と同じように、さあ今日両チームともゴール決まっていない中なんですが、これはどうか。決まりました。大きな2点が入りました。ファンデイキーパーゴール決まって15対10。佐賀譲らず、南が自ら仕掛けていった。栗原がボールを持っている。アイザック・ルーカスが出て、松橋が入ってきました。バンド持ってきました。気は当たりましたね。ここでスピアーズが反則していけない。あるいは今シーズンも昨シーズン王者スピアーズが守りきるか。ボールだ、ボールだ。ブラックラムズ、武井、ひなた、キャプテンが守る。で、そのままゴール下に平川さんがいて、今、ブラックラムズにペナルティートライを選択。17対15、リコーブラックラムズ東京、ここで逆転。残り時間はわずかですが、岸岡のキックオフ、取りに行った、攻めていった、マイボール、キーパーできない、うん、ジョシュ・グッドヒューが取って、残りの時間はどうか、残り30秒切ってる、あんまりこう時間稼ぎしない方がいいですよ、残り20秒、ナチュラルにプレーして、はい、ただ攻める方向だけ間違えない。さあ残り10秒だ。カウントダウンだ。武井宏太がボールをキープできるか。武井キャプテン、スタートか。80分になったところでペナルティー。まだ残った80分のホーン。しかしその前に笛が鳴りました。ペナルティー、ショットです、ショットです。
2点差、ペナルティーゴール決まればスピアーズ逆転サヨナラ勝ち。ファンデンヒーファースピアーズ逆転サヨナラ勝ち。最後クラブズ東京に勝ちました。今度の試合はテクノロジーが大本当に大きな勝利が、まあ、本当にあと 2,3 秒で、okay, so, っていうところまで行ってましたね。 I know it hurts, lads. だからすごく今悔しいし、 But this is who we are. This is what we were today. This is who we are. でも今日見せた姿っていうのは自分たちらしさだと思います。 We're fearless brothers. Fearless brothers. No matter who we play. 相手が誰であろう。 And I know this one hurts. 本当に今日の、まあ、対戦っていうのはすごく痛い。 Okay. ButCouldn't have given any more today, lads. でも本当に出し切ってくれたと思います。 That makes me very proud. 本当にそこは本当に誇らしく思います。まあこの痛み絶対忘れないように僕自身 もう絶対忘れないで日々トレーニングしてます。一人一人絶対あとちょっとのところでもこれちょっと埋めるのが一番大変だと思うんで、ただこのスタンダード絶対落としちゃいけない。これ絶対積み上げていく。一人一人がやり続けましょう。試合出てる出てない怪我人関係ないと思うんで、でもこんな思いはみんなしたくないと思うんで、次は勝って終われるように、歌って終われるようにまた頑張っていきましょう。今日ファーストキャップ取れたのはすごい嬉しいんですけど、正確なセットピース、自分の仕事である正確なセットピースのところで1本目相手にペナルティを出してしまう。まだまだ自分の練習が足りないところで、これからもまだ1ヶ月空くんでしっかり練習して、また次キャップ取れるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。